このスパイダーマンはなんか面白いことができるんじゃないかなっていうのは直感でありましたけど、スパイダーマンっていうマーベルコミックさんの本がありましたんで、あれを全部いろんなカットカットのそのポーズを見まして、いろいろ張ったり飛んだりぶら下がったりするの、どうやって撮影したらいいんだろうか。人間が、クモの、要するに、組織細胞を注入されてクモになったんだから、これはクモにならなきゃダメだと、スパイダーにならなきゃダメだと、こういうふうにスパイダーマンはやった方がいいんだ。君はクモの能力を有するぞ。ってことはアクションも逆に徹底してあのスパイダーの雰囲気を出すために低い姿勢で、動き回る。その中で蹴ったり飛んだり跳ねたり、殴ったりすることを入れようと。本当にマーベルさんのあのコミックを古賀君に、出演者のスパイダーマンの役にこの格好を取れと、この形を作れとたくさん要求しました。